その構えが全然大丈夫です。大丈夫。はい、はい、はい。皆様こんにちは。ブランド買取ロリンザの代表のテラベです。この動画は高価買取ブランド、高価買取できないブランド、偽物の見分け方、この3本立てでお送りしております。今日はですね、偽物の見分け方なんですけれども、ちょっと思考を凝らして変えまして、保存袋の偽物の見分け方というのを、お話しさせていただきたいと思います。どのような偽物でも大体ですね、バッグには、偽物の保存袋がついているんですけれども、私ども、査定員はすぐそこを見ます。そしてその次に、本体を見るといった、ことをやっております。はい、今日はですね、こちらをよくご覧ください。このようなもう一般的なグッチのですね、保存袋なんですが、このようにタグが縫い付けられております。はい、続いてこちらをご覧ください。これはですね、ちょっとカラー違いの、こちらもグッチの保存袋なんですけれども、こちらをご覧ください。どこにもですね、先ほどこちらにあったようなタグはございません。それどころかですね、こちらをご覧になってください。先ほどの黒い保存袋は、しっかりとした、縫い付けがされ、縫い方がされておりまして、縫製はとても良かったんですけれども、このように、ガタガタになっている部分や、よく見ると幅の大小一定ではなく、ガタガタ縫いですねになっております。はい、はい、このように、ロリンザでは、真贋鑑定バッチリ行っております。もちろんですね、トレンド鑑定も、トレンド査定をさせていただいておりますので、人気のアイテム、そうでないもの、はっきりとですね、専門店ならではの値付けとなっておりますので、皆様どしどしお寄せになってください。またですね、6月末日までロリンザ5周年キャンペーンというのを行っております。お洋服やバッグなど 20% アップとなっておりますので、皆様のご応募お待ちいたしております。それでは皆様よろしくお願いいたします。